はい、本日はですねノースフェイスのスワローベントフーディーの紹介をしたいなというふうに思います。でそちらがですねこちらの商品になるんですけども、スワローテイルベントフーディーっていうジャケット以外にもスワローテイルフーディーとかベントがないバージョンがあったりとかしてて結構ややこしいんですけど、パッと見がほぼ同じっていう感じで何が違うのかっていうのも全然最初僕は分からなかったんですけど、このベントって入ってる名前が入ってる方に関してはどっちかっていうとランニング用がちょっとイメージとして強いっていう感じなのでちょっとスリムに作ってあるっていう感じなんですけど、スワローテイルフーディーベントがない方に関しては、もう少しゆったり身幅があるような感じで、展開されてて、カラー的にはここの切り替えがなかったり単色だけブラックやったらブラックとかニュートープやったらニュートープだけっていう感じで、この切り替えがあるのは、このベントの方なんですけど、ブラックに関してはもう真っ黒になっちゃうので、どっちもどっちであんまり変わらへんっていう感じなんですけど、微妙に機能が違うので、その辺の紹介をしていきたいなというふうに思います。ではですね、まずこちらの特徴が5つあるので5つ、お話していきたいなと思うんですけど、まずですねこれが軽量であるというところになるんですけど、大体重さが 160g になっているので、ノースフェイスのクライムライトジャケットよりも 100g ぐらい軽いっていう感じになってまして、分かりやすく言うと普段皆さんが持ってる iPhoneが 157g ぐらいなのでほぼ iPhone と変わらないっていう感じになってるので、めちゃくちゃ軽いっていうのが、まず一つの特徴かなというふうに思います。で、僕が知ってる限りではノースフェイスのジャケットの中でも、比較的上位に入る一番ぐらいに入るぐらい軽いんじゃないかなというふうには思います。これとか実際1枚の生地で見てもらうと、この裏がですねこう若干見えたりとかするぐらい薄くて、微妙に後ろが透けてるのが分かりますかね、透けたりとかしてるんですけども、それぐらい、薄い生地で作ってるので、これだけ軽くできてるっていうのがまず一つの特徴です。2つ目の特徴なんですけども、2つ目っていうのがですねノースフェイスの店員さんに言われて面白いなと思ったのが、この横の、ここのポケットって、普通のポケットで分かるんですけど、この後ろこのポケット何か分かりますかって言われて、いや何やろうなと思ってちょっと分からんくて、これ何なんですかっていう話してたんですけど、でこっちにはポケットがないような状態なんですけど、このポケットっていうのがですね実はですね収納になってるんですけど、実際入れてみたいなと思うんですが、このポケットをめがけて普通にこうジャケットがあったら裏返すような感じでくるって裏返して、でこの中にあとは入れていくだけで、普段とかやったらクライムライトとかやったら荷物袋を持っとかなダメだと思うんですけど、これは袋を持つんじゃなくてポケットが袋になるっていう感じになってるので、これで完成ですねっていう感じで、これが完成になってて、先ほども言った通り、iPhone より軽くてこれぐらいの大きさになるので、大きさ的にはですねもう財布よりもちっちゃいっていうぐらいになって、ちょうど iPhone とか携帯と同じぐらいのサイズ感になるのかなと思うので、かなり小さくなって、さらにコンパクトで、軽いっていう感じになってます。で取り出す時はまたですねこうジップを開いて逆にこう出してあげればもう服としてすぐ使えるような感じになってるので。かなり機能的かなと思いますし、あとここに関しては今みたいに服を入れるっていうのでもいいんですけど、例えば鍵を入れとくとかっていう、ちょっとした小物を入れるぐらいの、さっきぐらいの大きさのものやったら入れれるっていう感じになります。で次の3つ目になるんですけど、3つ目っていうのが防風撥水であるっていうことなんですけど、生地がですね防風の生地で、あと少し撥水性もあって撥水加工もしてあるっていうところにはなるんですけど、この撥水加工がかなり比較的強い撥水加工をしてるので、少しの洗濯では落ちにくいとは言われてるんですが、ただこれも何年も着れば撥水性は絶対落ちてくるので、撥水性をまた戻すには、洗濯をしたりとかするんですけども、その際には絶対柔軟剤は使わないっていうところで、柔軟剤とか漂白剤は使わずに、洗濯をして、特に液体の、中性洗剤を使うのがいいらしいんですけど、中性洗剤で洗濯をして、でその後に毎回の洗濯はそれで中性洗剤で洗うという感じにして、それでも戻らなくなってきた時には、熱処理をしてあげるっていう感じで当て布を当ててアイロンしたりとかしてあげて、熱処理をしてあげることで撥水性が少し戻るっていう感じになってて、それでも無理な場合は肉ワックスっていう洗剤を使うんですけど、それについてですね詳しく話してる動画がありますので、それまた今カード出してるのでこちら見てもらえれば分かるかなと思うんですけど、そのようにして撥水性は戻せるのかなと思いますし、あと防風であるっていうところで今後今からの時期にちょうど使えるんかなと思って、例えば夜とか若干肌寒いけどいちいち上着持っていくのめんどくさい時とかに、あれぐらいちっちゃくしちゃってもうポケットとかに入れちゃって、でちょっと寒なったなと思ったらピュッて出して着るみたいな感じで、袋とかはもうこの服が袋になってるのでいちいち持ち歩かなくてもいいですし、旅行とかの際とかでも、袋だけなくしちゃうとかって多分あると思うんですけど、そういうのもなくてもう服に袋がついてるので、そのまま着ちゃったらいいんかなというのが思うので、これから先そういう風にちょっと肌寒いなっていう時は T シャツの上から羽織っちゃったりとか。あとちょっと雨降ってきたなっていう時にちょっと梅雨の時期やったらこれも羽織っちゃうみたいな感じで着るのもありなんかなというふうには思います。ただ、防水ではないのでびちゃびちゃに濡れちゃうと多分防水とは歌ってないので濡れるとは思うんですけど、多少の小雨とかであれば使えるんじゃないかなと思います。で次にですね、一応これからの時期に使えるっていうもう一つの、もう一つの理由としてはベンチレーションって言って中の湿気を外に出すようにしてあって、例えばこの首の後ろってよくフードってパーカーとかもそうやと思うんですけどめちゃくちゃ熱溜まったりとかして真冬とかやったらフード着ている人のそこに手突っ込んであったかいことってあると思うんですけど、やっぱりフードのこの首元って熱がこもりやすいので、そこに関してはここがですねベンチレーションになってて、メッシュ素材になってるのでしっかり蒸気を逃がしてあげるような感じにもなってますし、さらにポケットとかもこれを開けといてもらえれば中がメッシュになってるのでここからもまた蒸気とかも逃げていきますし、こちらは両方ですね両方とも蒸気が逃げていくような、なってるっていう、まずこういう風にベンチレーションがあるっていうところで、これから、春夏秋って使う時に、蒸れにくいような対策が施されてるっていうのが特徴的になってます。そしてですね5つ目がですねシルエットがスリムっていうところになるんですけども、シルエットが先ほども言った通り、スワローテールベントっていうのがランニング用になってて、スワローフーディっていうやつが山用になってるんですけど、山用の方がちょっと身幅が大きくて、こっちの方が細い感じになってるので、なぜかというとランニングって基本的には手を上に上げたりする動作っていうのがないので、ここしか動かさないでこれを動かせれる範囲の設計になってるっていうので細く作られてる。で大きいとちょっとダボダボして走りにくいので、細く作られてるっていうのが逆にスタイリッシュであって、街中とかおしゃれな街とかでもこういうの着てても、フラッと買い物できたりとかするっていうところが、スタイリッシュなので私服でも使えるっていうところがいいところかなと思います。なので、まとめていくと、とにかくまず軽いっていうところと、あと簡単に持ち運びができるように収納ができるし、収納袋を持つ必要がないっていうところも良いですし、あとはですねこれからの時期ちょっと肌寒い時とかちょっと小雨の時とかにもさっと着れるっていうところが、防風で、撥水性もあるっていうところになってます。で4つ目のベンチレーションとかで、ベンチレーションがあるっていうところで、よく梅雨とかやったら上着着ちゃうとめちゃくちゃ暑かったりすると思うんですけど、そういうのも考えられて、風が逃げるように作られてるっていう、まさにこれからのジャケットっていう感じで、さらに細く作られてるので例えばハーフパンツと合わせるのとかでも全然いけると思いますし、やっぱり身幅が大きいとハーフパンツと合わせづらかったりすると思うんですけども、そういうのも長ズボンでももちろん合うんですけど、ハーフパンツでも合わせれるようにスタイリッシュに作られてるっていうところになります。なので、ジムはもちろんですしランニングももちろんそうなんですけど、私服としても使えるっていうのが、このジャケットのいいところかなと思います。でただ一つの、弱点とすればですねこの生地がですねかなり薄く作られてて、内側は凸凹に二重繊維で作られているので凸凹してて汗がベタつかないようになっててとてもベトベトしづらい感じにはなってるんですけども、薄く作りすぎてるっていうのもあってやっぱり熱には弱いっていうところになるので、例えば体育館とかで、ヘッドスライディングとかしたら穴開く可能性あると思いますし、結構めちゃくちゃ薄いのでほんまにちょっとこう摩擦とかギュッてやったりしたら多分破れるんやろうなって思うぐらい薄いので、その辺はデメリットとしてあるんかなと思います。はい。なのでもちろん火はそうなんですけど、火以外にも多分摩擦でも破れやすいんじゃないかなとは思います。これがデメリットかなというふうに思います。で、生地が薄いので、これからの時期はめちゃくちゃ使えるんですけど、もう冬とかは全く使えないと思いますし、一応防風ではあるんですけど、やっぱり秋口が限界かなというふうには思うので、これからの時期はぴったりのジャケットかなと思います。で、店員さんとも喋ってたんですけども、これって結構ランニングに特化したようなアイテムよりかはどっちかっていうともうちょっと待ち着に近い感じには作られてるから、例えばこういうのとか着て、ショップとか入っちゃっても全然ありですしねみたいな話もしてはって、もうちょっとランニング要素強いやつってもう蛍光色が強いというか、もうちょっと派手な色のやつが多いので、それだとなかなか買い物しづらいけど、これぐらい落ち着いた色とか、切り返しのパターンとかもちろんそうやし、スタイリッシュさもそうですけど、こんなん着てさっと買い物してまた走って帰るっていうのもできるっていうのが、これはそういうのも考えられて作られてますよねっていう話はしてあったんで、なるほどっていう感じで思いました。ではですね、僕がこれ178cmの 65kg で L サイズを着用してて、 M サイズも着てみたんですけど、やっぱり細く作られてるっていうところで、僕普段 M サイズ、山用とかは基本的に M サイズを着てて、例えばマウンテンライトとか、あとクライムライトとかマウンテンダウンジャケットとかも M サイズを着用してるんですけど、これに関してはちょっと細めでちっちゃかったので、ワンサイズ上の L サイズでジャストできてますので、そのサイズ感を見てもらいたいなというふうに思います。ではまず長ズボンで着てるのと、次ハーフパンツで着てるのを見てもらいたいなと思います。ではどうぞ。Like fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were so messed up together.はい、という感じで、見てもらった通り、かなり結構なんていうんですかね、スタイリッシュに着れる感じになってて、全然ランニングはもちろんジムとかもそうなんですけど、私服というかその辺でフラッと行くのでも、全然無理じゃないんかなというふうには思います。なので、これからの時期とかやったら着といて、暑くなったら脱いじゃって、カバンの中入れたりとか、ちっちゃく持っとくっていうのもありだと思いますし、でさらにもうまた寒くなってきたっていうのになったらそれを出すだけなので、これからの時期結構使えるんかなというふうには思います。本日はですね、ノースフェイスのスワローテイルベントフーディーの紹介をしてみたという動画になります。以上、ありがとうございました。